うんこ乗っかってるしよ。どこに？これうんこでしょ、これ多分。うんこっていうに。窓ガラスにこれうんこでしょ。花びらじゃない。花びらか。わかんない。出してみる。ほらうんこだこれ。花びら。消すが飛びやすく。止まれだ。これ止まれ気づかねえな。何が？止まれ。千年と。止まれって書いてあるから止まれるでしょ。ヘリクツばかりやがってこんなに出てる。こぎまま。こぎまま。こぎまま。パンパン食べるわよ。知らないけど。チャリ取り出してくれる。嘘。言わなくてもない。ここだっていつも取り出してくれるんで。緊急事故だよ。ここに欲しいよ、ハザード右に。開発すればいいじゃん。二つ欲しい。いや。なんか改造すればできるっぽいけどね。まあ、いやそこまでは危ないな、あのチャリ。お前食べたでしょ。あげないよ、絶対あげねえ。欲求不死やがって。ほんとお前対する欲求不死ひどいよね。あげないけどね。絶対あげないけどね。なめくさってるんだよ、ね、ボブ君でも感想だけ言ってあげるよ。おいしい。なめくさってんだよ、おめえの。おいしい、おいしい。僕美味しいよこれ。うん、あ美味しい美味しい。美味しい美味しい。それともコロナになるなったのか、なんかだるくなってきた。いやコロナになったら多分ね、そんな風にしてるんだけど。多分じわじわ来るじゃんあれ。多分ね。でもだね、私ね、多分疲労だと思うこれ全体的に。あ、アンパン超うめえこれ。え、めちゃくちゃうめえんだけどこのアンパン。ね、ポンパンは？ポンポンは？お前それで運転席に飛び出したらちょっと怖いからちゃんとリード持っとこう。パンパンやな。事故っちゃう。今日もニュースやってたけど、あの道志村で見つかったあの発掘。ちょっと充電して持っていく。すごい。お願いします。誰が？あ、嫌だね。子供って言ってる時点でさ、嫌だよ。あんだけ操作してて頭蓋骨だけど意外出てくるっておかしいから、やっぱ誘拐されたんだったと思うんだよね。誘拐して殺されて、なんか誰もいないタイミングでその道志村にあえて捨てたんじゃないの。可能性あるとしたらレイプして殺したか。うん、でも私はちょっと誘拐殺人かなと思った。まあそういういたずら目的ね。ここまで目撃者がいないっていうのもありえねえって思っちゃうよね。一人ぐらいはなんか見てっても良さそうなのに誰も見てないんだよって思ったけど、でもキャンプ場だから気づかないかな、普通の場所じゃないし。観光で見つけたの？道志村のキャンプ場近くで、うん、近くでなんか
ボランティアで捜索してた人が見つけ、なんか頭蓋骨っぽい骨っぽいものを見つけたって言って警察に届け出したでしょ。中にはちょっと分かんないんだから何とも言えないんだけど、中にはその見つけたやつが犯人じゃないのって言ってる人もいたけどね。それはちょっと言い過ぎじゃないと決まってない段階でそれ言っちゃいけない。それもう大変なことになるぜそれ言って。それで本当にその人が犯人だったらまだあれだけどさ、大体そういう場合って犯人かなって思わせて多分犯人じゃないんだからさ、うん、さあそれはあんたボランティアで捜索してる人の善意は何考えてるのって思っちゃう。まあ美咲ちゃんじゃないのが一番いいけど、そうするとじゃあ誰の負債なのってなるから、それもそれで問題だよね。コブ君これおいしいよ。おいしいよじゃないですか。なんかね辛いけどそうなのかなって思っちゃう。多分ね、俺の予想だけど同一人物な気がしたんだけど、まあでも戻す、まあ、納得したくない気持ちはすごくわかるよ。そうね、チャリ来て、車をすげえ強引に来た。座せないよ。鑑定してるって言ってたっけ。確か分かるんかね、骨から出せんじゃない。でも相当大変だと思うけど。めっちゃ大変だよ。だってもう孵化してるじゃん。あんなにもく、なんか意外と犯人も身近なところにいるのか。実はいると思うよ。意外な人が犯人って可能性あるよね。あ、両親とかじゃなくてね。これはね、可能性があるとしたら捜査員で成りすまして。捜査員よりボランティアの方じゃない可能性あるとしたら。いや、捜査員でしょ。うん、捜査員成りすましあるとしたら捜査員はガチだ。警察系に導入してても見つからなかった。まあね、あの時点でまあそこにはいなかったんだと思うんだよね。殺されてた可能性高いと。まああの辺にはもういなかったってことだよ。まああの時点では捜索。何年前だっけ。2年前ですよ。2019年とかそんぐらいじゃなかった。そうだよね、コロナ前だもん。だから白骨かって分かんないんだけれども、そんな、まあどういう2年で白骨化するのかな。多分ね、燃やした。いや、ため息たまんまれたんじゃないかな。ちょっと分かんないけど、白骨化するのはどのぐらいのタイミングか。ただ燃やすのリスクでかくねえか。え、じゃあ生き埋め。俺そうと思う。あるとしたら。でもなんか薬じゃんけど、なんかばらまけば早くあれじゃないの、なんかミイラ化じゃないけどするんじゃないか。それはちょっとわかんない。なんかそういうのも、なんか昔のなんかそういうさ、
ドラマでなんか見た聞いたことある。